ヘーザリア王女。どうしてそう思うのですか。外を眺めて。いえ、外…そうは見えませんでしたが。お兄様とは幼い頃から長い…そうですか。私の窮地のものといえば、あとは時折訪ねてくるビクトルお兄様だけで。ビクトル・シェイファムは聖魂を持つあなたを疎ましく思っていたのではないのですか。それは表向きの話。その時が来たとして、あなたは受け入れる覚悟だ。はい、あなたあなたが笑うのを初めて。俺も久しぶりに笑いましたよ。